アンドレイ・バビッシュは、チェコの政治家、実業家。2017年から第12代チェコ共和国首相を務める。1954年に、チェコスロバキアのブラチスラバで生まれる。ブラチスラバ経済大学で、国際貿易を学び、卒業後は、科学会社のシュマポル・ブラチスラバの貿易部門で、働いている。1980年、スロバキア共産党に入党。 ビロード革命後にはチェコに移り住んでいる。2012年に新党あの2011を設立する。2013年チェコ議会会員選挙の結果を受けて、発足したチェコ社会民主党、あの2011、キリスト教民主同盟イコール、チェコスロバキア人民党の連立政権では、第一副首相兼財務大臣を務めた。2017年チェコ議会,会員選挙ではあの2011、 第ににに躍進しミロシシュュゼマン大統領によって首相に任命さされバビッシュ内閣を発足させた新型コロナウイルス感染症の流行においては対策の不手際補助金を支給したことによる債務の増加また自ら経営する企業に配慮したといった批判が噴出したこうした批判には反論をしたものの2021年10月の 会員選挙であの2011は72議席と想定より議席が伸びず野党勢力が過半数を獲得したため退陣することとなった。ありがとうございます。